対する赤組は今モノマネ界も大注目、世間をざわつかせる高校生のど押さえマンと女性も男性の声をも操る奇跡がコラボ。披露するのはワンピースに鬼滅の刃、ドラゴンボール、呪術廻戦、新世紀エヴァンゲリオンと豪華アニメキャラが大集合。変幻自在最強声までコンビの神業、ご覧あれ。豪華アニメキャラがたくさん登場するネオ昔話桃太郎、ストーリーテラーは大塚明夫さんでお届けします。桃太郎、昔々あるところにたくさんのヒーローたちが住んでいました。麦わらの一味が川で洗濯をしていると大きな桃が流れてきました。その桃を見つけたノルノアゾロは、でっけえ桃が流れてきやがった、おいロビン拾ってくれ。仕方ないわね、ミルフルー、後の料理は頼んだわよ。ロビンちゃんのためなら、どんな料理もお安いわよ。で一方、その頃鬼殺隊の柱とかまど炭治郎は鬼ヶ島の鬼のことで何やら揉めていました。聞いてください、俺は禰豆子を治すために剣士になったんです。鬼を構うなど明らかな対立よ。この煉獄が鬼もろとも斬首する。鬼になった妹をずっとかばっていたなんて素敵な兄弟愛。なんとみすぼらしい子供だ、かわいそうに。なんだっけあの雲の形、なんて言うんだっけ。ならばこの渦井天元が派手に首を切ってやろう。もう派手派手だ。まあいいじゃないですか、処罰のことは後にしときましょう。胡蝶しのぶの一言の面々でした。私は釘崎野原、ジャンジュと共なりぶち込んでやる。俺は不平等に人を助ける。いつにも増して神器臭い顔してんな、めぐみ。おつやかよ、手加減しない。俺パンダ、鬼の言葉よくわからない。お前強いな。残念です、ここからは時間外労働です。当確事故ガラガラ。照れるなよ、払うぞ。領域展開無料空所。そんな中、鬼の大将鬼滅寺無惨を倒したのはこの男でした。神戸を垂れて平伏せよ。貴様などこのベジータ様がコッパ美人にしてやる。ファイナルフラッシュベジータの必殺技で鬼を退治、村は平和になりましたとさ、めでたしめでたし。どうもありがとうございました。ありがとうございました。のど押さえマンと奇跡のコラボ、はい、まずのど押さえマンは普段はどんな声？普段はいつもこんな感じの地声になっております。で、ある時なんかのど押さえたらいろんな声できるって発見したんでしょ？そうですね、まあいろんな声が出せるというのを発見しました。で、奇跡さんも女性の声も男性の声もできると。いやすごい、はい、両方やれる声優として活動してます、ね、さあそしてやっぱこう高橋克典さんが残ってるんですよね。いや、あのファーストテイクはそれ誰かモノマネに使うやろなんだけど、はい、一番ええ使い方ちゃう、はい、マジで、はい、よかった。